共卒旧三街道小学校本館旧水戸農業高等学校本館茨城県立歴史館は日本の茨城県水戸市に所在する県立の歴史博物館である。九百七十四年九月三日設立。文書館部門と博物館部門からなる。茨城県の歴史についての公共博物館と文書館の機能を合わせ持つ施設として九百七十三年に 茨城県庁において準備組織が設置、翌1974年に開館した。旧茨城県立三戸農業高等学校の敷地に建設され、旧三戸農業高等学校本館が敷地内で保存されている。茨城県の歴史に関連する資料を収集、整理、保存するとともに、一般の利用者に提供し、各種展示事業を展開している。 一橋徳川家からの寄贈を受けた資料、美術品、工芸品等多数の蔵書や品々をもとに、一橋家記念室等も開設されている。快楽への北隣に位置するものの、利用者は比較的少なく、その存在すら知らない人もいるが、茨城 108K をめぐるでは、規模の大きさ、展示物の豊富さからすると一度見ておく価値は十分にあると評している。 旧三津海道小学校本館は、木造2階建ての東屋付企業風建築で、三津海道市から茨城県立歴史館へ寄贈を移築された歴史的建築物である。三津海道小学校玄関名義、1958年3月12日付で、茨城県の有形文化財に指定されている。三津海道の豪商たちの寄付5000円などを建設資金とし、 羽田道子の義理の高祖父である宮大工同僚、羽田人造によって、設計、施行され、1881年に建設された。当時は、近隣の村々から子供を親戚に預けて、三津海道小学校に通わせることが流行した。1971年に現在地に移され、館内では明治から昭和戦前期までの教育資料や、 日本最古級のグランドピアノなどが展示されている。東日本大震災の際に内壁が崩落するなどの被害が生じたが、修復工事の後、2011年7月5日に再開した。2011年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震では、茨城県水戸市で、震度6弱を記録した。来館者や職員に、被害はなかったが、地震発生と同時に停電と断水が発生、文書、資料の落下、散乱、天井等の落下、収蔵庫にあった、土器、陶器、ガラス器の破損、旧水戸農業高等学校本館の玄関ビーサシの崩落、 旧密海道小学校本館内部の土壁の崩壊、旧モテギ家住宅や茶室の損壊があった。文書や資料は棚から落下するなどしたものの破損したものはほとんどなく2011年4月23日より開館を再開した。ありがとうございます。